ッパーももかわチャンネルです。はい、今回はですね、ジーンってなってまいっちゃう。今回はですね、クリスマスも近づいてきたということで、こちらの私の撮影スペース、まあ、撮影の場所をクリスマス仕様にイメチェンしていきたいと思います。まあ、以前ハロウィン風に、ハロウィンの時にハロウィン風に飾り付けしたんですけど、今回はそのクリスマスバージョンに飾り付けしたいと思います。バーン。ちなみに今回ね、全部飾り付けダイソーで買ってきました。これを一つずつ飾り付けしながら紹介したいと思います。で、とりあえずね、後ろの壁、こういうの全部なくしたいと思います。せーの、はい、こんな感じで真っさらになりました。寂しいね、なんか引っ越すみたい。はい、じゃあとりあえず全部出します。せーの、はい、こんな感じで全部で今回11個飾りを買ってきました。はい、ではまず最初にこちらのババン、キラキラオーナメントプレート、こちらのプレートをね、飾りたいと思います。はい、こんな感じでまずはここにプレートを飾りたいと思います。あ、いいね、映りますかこれ。よし、じゃあこれでいきましょう。はい、続いてはババーン、松ぼっくりのシルバーなんですよ。まあ、金もあったんですけどシルバーを選びました。で、こちらはこちらの3つのね、こちらはアップルピックで、こちらがペッパーブルーベリーピック、そしてこちらボールピックをここに飾り、普通に好きなように飾り付けて飾りたいのが、ちっちゃいリースを作りたいなと思っています。早速やっていきましょう。これ大好きで、私ディセンダント大好きなのでアップルにしました。はい、それではね、やっていこうと思ったんですけど、はい、まずこちらのリンゴとこちらの金のやつはこういう風に針金になってるので巻きつけてつけることができるんですけど、この BB 弾みたいなやつはなんかね、ここが針金になってないのでこう差し込んで、ここで差し込んだりして、まあどうにかこうにかして飾りつけたいと思います。それでは行ってみよう。はい、こんな感じでつけていってます。じゃあここにつけようかな。次はこうやって針金をしたら、ちょれこういう感じでどんどんつけていきます。はい、ベリーちょっとね、大きすぎてちょっと邪魔くさかったので、ちっちゃくカットして、まあ、ボンドとかでくっつけたいと思います。はい、こんな感じでクリスマスリースが完成しました。イエーイ、結構いい感じに可愛く仕上がったね。じゃあ壁につけていきます。じゃあここにつけようかな。ここにつけます。あー、かわいい。はい、いい感じにつきました。じゃらーん、かわいいですね。いいです。じゃあどんどんいきましょう。はい、続いてはババーン、こちらブリンガーランドギラギーです。あ、これはツルス系です。はい、じゃあツルしていきます。はい、ちなみに私こちら2つ買ったんですけど、1本開くとこんな感じ、うちの手の幅くらい、アウチ、こんな感じ、かわいいです。じゃあこれ2本ね、飾りたいと思うんですけど、このねやつをつけてみてバランスを見ながら、まあリースの位置とかこの位置とかを変えていきたいと思います。はい、こんな感じでつけてみました。続いては、はい、じゃあこちら続いては星型スプリングライト、ストリングライトです。こちら電池を入れるとふわっと星の型の、ね、電球が光るそうです。はい、中身を開けてみるとこんな感じです。ここにね、電池を入れるそうです。ちなみに電池は別売りです。こんな感じで可愛い小さな星がね、何個かふわっとついています。これが光るのかな。じゃあ早速電池を入れていきます。はい、それではね、今電池を入れてみたので光らせたいと思います。ちょっとね、明るいからね、見えるかわからないけど、ちょっと見えてほしいな。3、2、1、GO! おー、
かわいい。結構思った以上に綺麗だし、光も強いんでいいですね。光が強い、明るいところでも、ね、結構見えます。あ、100均なのにこれはすごい。結構感動。じゃあ飾り付けていきます。勇気が出るね。はい、こんな感じでつけました。はい、結構可愛く仕上がりました。藤、はい、続いてはババーン、こちらオーナメントセットミニ10個入りです。ここにオーナメントなんですけど、ミニっていうのがまた可愛いんですよ。ではこれも同じように飾っていきます。はい、種類はクリスマスツリー、ミラーボール的なやつ、星、キャンディー、星、キャンディー、ミラーボール、星、星、クリスマスツリーです。では、それではこれら全部を散りばめていきます。完成。藤、はい、最後にこちらの松ぼっくりとトナカイではなく鹿ちゃんを飾り付けしたいと思います。トナカイがなかったんで可愛い鹿でいきます。え、すごい可愛いじゃん。いつかトナカイのね角を作ってあげたいですね。はい、今ね飾り付けが終了しました。イエイ。めちゃめちゃ可愛くね、特にこの星柄、この雪の結晶、星柄か、星の光がねすごい私は気に入っています。いい感じに飾り付けできてよかったと思います。今回のテーマはシンプルイザベストでね、やりすぎないをテーマにしてやりました。ちなみにこれ私もともと家にあったツリーなんですけど、こちらね昔ディズニーストアで買ったツリーなんですけど、こちらをね机の端っこに置いておきたいと思います。動画を見てくれるだけでは分かると思うんですけど、髪取りしたミッキーとミニーちゃんを置きたいと思います。クリスマス関係ないけど一応可愛いので、こんな感じでクリスマスまではね、こんな感じでお部屋で撮影するときはこんな風景、こんな背景でやっていきたいと思います。やっぱり皆さん100均ってすごいですね。前回のハロウィンもやったんですけど、今の時期ね、ダイソーではね、いろんな種類のクリスマスの、なんか、飾りなどが売ってて、すっごい選ぶの迷ったんですけど、こんな感じのものを選びました。めちゃくちゃ可愛かった。ぜひ皆さんも、飾り付け、まあ何かの飾り付けをするときの参考になったら嬉しいです。次はね、まあお正月風の飾り付けをやれたらなと思っています。お餅とかつけて、なんかちょっと撮影中にお腹痛いたら食べるようにとか。まあちょっといろいろ考えておきたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。次見てみてね。こっちのボタンを押す。